クチナシ族は、アカネカの植物の族であり、アフリカ、南アジア、オーストラリア及び、オセアニアの熱帯及び、アネッタイの地域に自生している。族名は、スコットランド生まれのアメリカの博物学者である、アレキサンダーガーデンにちなんで、カール・リンネとジョニー・エリスが名付けた。上緑低木で、1から15メートルに成長する。葉は耐性、または三輪性、四輪性であり、 長さ5から50センチメートル、幅3から25センチメートルである。濃い緑色で、皮状の質感と光沢がある。花は直径5から12センチメートルで、5から12弁で、基部は筒状の花冠をつける。色は白または単行色で、単独あるいは小さな棒状に咲く。春半ば頃から真夏にかけて咲き、多くの種で強く香りを放つ。 本属の種のたい、インドネシア、インドに生育する特定のものはインドで、ガーデニア、ハンコ業界で、アカネ、木材業界では、シャムツゲや、ホンツゲと呼ばれ、日本産のツゲ科のツゲとは、材の色合いや引いた感触がほぼ同じで区別が、つきにくいが、両者の分類学的な関連性は、強くない。材の色は黄色で、年輪が目立たず肌目の緻密な木目であり、 細かい掘りが可能であることから、ハンコ、重さがあって、強いことから、ソロバンの玉に用いられる。熱帯植物研究会ではミャンマーでの古匠イエング、コットから、エンカットという音舎が当てられているが、実際のビルマ語における発音は、J、アインガってある。なお、このインガという古称は、ガーデニアコロナリアの他に、同族のベッシュジーオブシフォリアも指すが、ビルマ語では、ジーコロナリアを、 J. アット因果値、大因果、ジーオブシフォリアを J. アクルインガッカレー、小因果と呼んで区別する方法が存在する。ありがとうございます。